2023年10月9日続き主公および外服にある光殿檀檀宝白および大服にある百両書院これああこれ服倉庫および白製離居するものあえて 酒に面することなしただあえてせざるのみならずまたいとまらずこれ王の徳を助けなして明らかにすおよび陰人のりを慎む国約漢文体制および外にありて服する光殿断栄黄白および内にありて服する白陵 書院これああこれ服これ倉庫および剥製の利居する者あえて酒に面するなしただあえてせざるのみならずまたいとまらずこれ助けて大男をなして現るおよび陰人。君を慎む注釈 および外にありて服する。えー、さらに諸行百貫の酒を慎んだことを述べるのである。五以下。A までの五服の諸行。こ伝、談 A。紅白。紅白はそれぞれの諸行の長白。それから、 書院。書院。えっ、ー、と、書、書院は、書館の長。霊院とかの院か。これ、あ。えっと、辞退。継ぐものってことか。これ、服。 下役人。下役人。倉庫。重い役人。および剥製の利居する者。百貫足りし者の,の体感して家におる者。もっと上級国民みたいな感じか。 えーとそれからあえて酒に面するなし沈面すること面、えー、とまたいとまわらず工事に勤めて飲酒のいとまさえなきこと <coughs> なんかピラミッドを作る人たちがビールも支給されてたのとはなんかえらい違いだえー、っと次王徳を成して現る子うんと王の徳を成就せしめて王徳を成すそれから隠人 君陰人。えっ、ー、と先ほど王の徳を成就せしめてここ王徳を成してそれが下々の者のに現れてきたで剣ですかねで人神役人たちが君を敬い慎んでますます怠らぬようにしたの意味次 ここまでか「君を慎む」「約分」および外にありて国事を治める幸福殿服弾福英福の諸行等並びに諸行すべておる州の紅白さらに紅白を支配する左右の2泊をはじめとして内にありて政務を, SM を取る百官 各長官その下の副長官事務にあたる俗官および王の俗人にして管理たる者また官を辞して家に居る者に至るまですなわち院の諸庫管理のほとんど全部はあえて酒をたしなんでこれに陳明することはなかったただ酒をたしなまなかったのみならず実に一位職務に 冷静して酒を飲むいとまさえもなかったのである各勤勉して大行を助けた結果として王の大徳を成就してその徳が万民に現れ知られるに至ったのである実に院の陰人すなわち聖人すなわち長官たちは皆君を経して先進国人に人粋したので酒を飲むいとまを 持たたなかったのである諸教講義および外にありて服する光殿断影砲白および内にありて服する百両書院これああこれ服これ倉庫および剥製の利去する者あえて酒に面するなしただあえて せざるのみならず、またいとまあらず。んただあえてせざるのみならず、ああ、そっか、またいとまあらず。これ助けて王徳をなして現る。および陰人、君を慎む。注釈。 この越は及びと訓ずる。外にありて服する。服はこと。外にあって国事を治める真の意味。高伝永博、高伝断 A 陰の五服の姓を言ったので、州の九服の姓もこれに基づいたのであろう。修正の九服は、 前編後校の初めにか掲げておいた通り、王鵬、王騎、鵬、千里の外へ各々500里ずつの割合で、えっ、ー、と、幸福、伝福、彩福、英福、万福、ちょっとはい、王騎、千里、鵬、伝、断、彩、英、万、伊、十、敵、 ちょっとこれもう一回自分で書いてみたいですねはいあそっかなんかちょっと違うんですねこれこれ何でしたっけ そう最後は反復でしたね。の旧、旧服があったのを言うのである。しかし、この時はまだ旧服の精度が全く備わらないのであろう。珍服でしたっけ万服、衣服。えーと、高校の注釈。 禅が大きいその外五方五百0が幸福順に五百0ずつ伝福、ぷく断福、祭服永福万福衣福。珍ですね珍福半福王白来期の王政によると 大きい千里の外に「紅白」を設ける110国を州とし衆ごとに白あり八衆八白であったというこの八白はその属国を率いてさらにその上の左右二泊にすべられるこの衆の八白やその上の二泊を総称して「紅白」というのであろう要するに諸侯の長が紅白なのである。次。 内服あり。えー、内、代、すなわち直接天使のもとにあって政務を取るものを言う。次、百両。百貫のこと。書院。院は正、すなわち書家の蝶を言う。次、あは次のい長官の姓を言うのである。今の時間のごときものであろう。次、服は事こと。事務にあたる俗官を指す。倉庫は 宋は宋人すなわち王の俗人公はこと宋人で国事に関、えー、任ずるものを言うのである一般に尊官すなわち公官を言うとこの説また通ず後に百宋公の語がある白姓立居白姓は百官立居は戴官して家におるすなわち分部の管理であったが今や 退い次酒に面す酒は面、えー、は溺れる酒に溺れること次これあえてせざるにあらず印象、えー、あえてせぬのみならずの意味またいともあらず 酒を飲む暇もない王徳をナスを助けと、えー、現る王の徳を助成してその徳が民に現れたの意である越はおよびインヒト 君を慎む隠人は聖人すなわち長官、死は慎む君は、兵器は君、長官たちは君を敬して黒人に尽くしたことを言う訳文、宗公をなお続けて言う外部にあって黒人にあたる幸福、伝福、弾福、英福の諸公を断ち、並びに諸公をすべておる宗の宝白やさらに宝白を支配する 左右の2泊をはじめ内部にありては政務を取る百官各長官その下の副長官および総人で管理たる者また管を辞して家におる者に至るまですなわち院の諸行管理のほとんど全部は酒を慎んでこれにふけることがなかったただただに飲酒に溺れなかったばかりではなく実はそのようなことをしているいとまもなく一位職務に励んだのである。 近く勤めて王行を助けた結果王の功徳を成就してその徳が万民に明治せられるに至った実に員の長官らは君を敬って精神黒人に人粋したので飲酒などのいとまを持たなかったと言うべきである築間 国内で任務にあたる役所の長や次官たちで仕事に励み職務を大切にする者たちまた役人の家族や引退した携帯夫たちまで誰一人先に溺れたりはしなかったそればかりか酒に吹けるいとまなどなかったのだ。 なぜなら彼らは王道を完成させようと君主を助けその徳を輝かせるのに忙しかったし人々を正しくさせるためには自分自身を正して法を大切にせねばならなかったからである赤塚翼忠また大危害では。 殿服弾服,服英服の諸国の長、機内では百光諸官長阿、副総工及び所属長村長らは先に浸ろうとはしなかった先に浸ろうとしなかったばかりではなく聖徳の王の徳が世に明らかに流布するように助けることとそれぞれの官職の人々がその長の命令を慎んで行うことに努めて気ままにする ひとがなかったのだというのである注釈あ偽光伝は自体譜と書いている院代以来の官名で祖記名によれば青州時代には諸公の俗刊であったらしい 次に福これも院代以来の寛名であるがここでは下の復旧復旧「復旧」すなわち「謹慎」「復災」すなわち「自重」を指している「義公殿は復事する」「意」の動詞と返しているが誤りである次「宗公」は「義公殿には尊慣」と返しているがどのような職種のものとしたのか明らかではない一族の力出て漢に使えるもの真の 創生一族を取り締まる者と同じとする解釈があるがここに挙げられている順序および下に献身「謙、えー、身謙上の件」もしくは「賢いし」 と、教を閉していることから押すと宗病の項、つまり祭礼の諸儀式を執行する間であろう次所属長尊長軍と訳しているのはここ剥政利己。儀巧では剥政を百科の同族人の意とし利己を経帯不の体感して田舎におるものと返しているが剥政はあまたの族それぞれの長李教は李君の御社で村里の を言うとすべきであるなるほど。政秋、えー、初期の金文・例名には官名を列記して三次令及び領事領、刑事領及び書院及び理勲及び発行及び諸行つまり公伝団とある。なるほど。これは内観・内服から外服の諸行に及んでいるものである。なお、 初期名には李君を李仁と言っているこの人を、仁は漢または蝶の意である次聖徳の王の徳がう々。ぬんここ儀 <laughs> 公殿はその君を助けて王道を成し遂げその徳を明らかにし人を正す漢に正す道において必ず身を正し法を敬った。 と西ンは神は君徳を女性して小著にし下は百貫諸侯の長の方を敬うのを助けて怠らせなかったと返しているのができそうではない女性王徳剣は、えー、と上の王紀外の諸侯の行為にほぼ当たり陰人の陰は機内の百貫以下総功を指し陣は所属長村長を指す あなるほど。ああ、なるほどね、うん。死は敬う意味。癖、えー、はそれぞれの使える蝶をいうのである。少々気分。 外の服において、光殿、弾栄、方白、在、えー、ああ、そうか、在外の服において、光殿、弾栄、方白、在内の服において、白涼、書院、これ、ああ、これ、服、草香、白製、利居に至るまで、あえて酒に面するもの、なし。 これ、あえてせざるにあらず。またいとまあらざるなり。これ、助けて王徳、現あらわる。えっ、ー、と、これ、助けて王をなせば得、あらわる。人を正すにおいて、のりを慎む。注釈。 陰の天使にも良いと悪いと二つあり酒を飲まぬものもある我が異文を承りしことがある我異文を承りしことがある鉄は地なり鉄ある先鉄を申しに唐より武帝に至るまで献聖の君六七になるとあり万行祖一祖公の類なり敵意ああここら辺は読んだので 途中から、えここ、えー、在外、在、在外の服において、うん。えつ <coughs> は置いてなり、在外服は着ないより外の職を言うなり。 団営、法白五福を言うなり、えー、それからちょっと省略してこれは酒を飲まぬことを言うなり何もかかり合いがない在内は機内の諸行なり百両は百貫書院は もろもろのつかさ役人。これ、あは過労の次のもの。これ、福福は、福事して、本走福事してことを行う人。倉庫は、重き役人ということ。白姓は、百官にする。利居は、致死して、治業所におる者。老人なれて、引っ込みたる者。 また長に百姓ということなり理は都のうちにも田舎に,田舎にても言う25件あれば理じゃ今の一置を見るようなものなりあえては決して先に面するものはない神も有徳で勤めたもゆえ隙間いとまがない下も また勤め世話しうていとまがないそれから町人百姓も勤めていとまがないそれゆえ酒などのみって遊びてはおらぬこれ王をなして助くる王をなすを助くるうちにては臣下助けて君の王道を 成就すれば王の徳現る祖と万人を正さんには神の法則をよく慎み守らせるゆえ酒を飲んで騒ぐことはない中の必ずえた、ー、だ必ず身を正して法を慎み えーと中はここか王をなしえーと飲酒いとまあらずザルゆえんにしてこれその君を助け 助け王道なしそのとこを明らかにするえー、とここか。 人を正すの道において必ず身を正し法を敬いその身正せば礼せずして行わる命令しなくても正しく行われるってことですかねこれは悪いと人を正すには己を慎むなりこれはこうを言うことにて こう習いを言うことにてこう行いを言うにはあらず徳を表すは君を助けこう私癖は下を治める習いじゃこうじゃまた元に我聞く我聞くにまたこれいわく財金こうしよう身を管理し その目民に現れることなし、慎み、休んずること、恨みにおいて変えず、大いに,大いにそれ、これ、因質を非に欲しいままにす、縁をもって意義を失う民、心を、極小せざるものなし。漢文体制、我き国、またこれいわく、在婚、行使を、身を冠し、その目民に現れるるなし。 ただ恨みに休んじて変えず大いにこれそれ陰逸を非意に欲しいままにしてもって縁し意義を失う民心を極小せざる者なしこれ先に好点し自らやむるを言わずしてすなわち一数、その心失根にして死を恐るるあたわず 罪をなして醤油にあり、陰国の滅ブるに及びても、売れ売るなし、毒の傾向のし、天に当分するを思わず、大いにこれ民恨む。諸君酒を持ち、成分して神にあり、故に天宋を陰に下し、陰を愛するなきはこれ一すではなり、天逆するにあらず、これ民自ら罪を招けるのみ。少し、漢文草書、もうちょっと細くすると。 これすさみて先に厚くし、自ら何時のいつをやめることを思わず、その心出願にして死を恐るることあたわず、罪もて醤油にあり、陰国の滅ぶるに,ぶるに及びても売れうることなし、これ徳の稽古の死、登って天に聞こゆるにあらず、大いにこれ民恨む、諸君酒を持ち、正聞こえて神にあり、ゆえに天滅びを陰に下して陰を愛することなきはこれ一すればなり。 点逆するにあらずこれ民自ら罪を招けるのみと半分体制の訳中我聞くにまたこれに曰くえっ、ー、と今までは院の人たちは酒を飲まなかったまあ院の <laughs> 初めはは、めの人たた。ちは酒を飲まなかった文能が飲ませなかった <laughs> みたいな話だからまあ院はめちゃめちゃ飲んでたのかと思ったらなんか祭祀を宴会をするということは祭祀をしているからその祭祀をやらせないためじゃなかったかという考察もちょっと解説の中にはあったんだけど。 ンは飲まなかったっていうふうに言ってて飲む暇がなかったとか言ってたんだけどここから話が変わるのかな。こここれからは酒に沈黙したところの中央のことを除して公職を戒めるのである。もともとンは酒を飲まなかった。でも祭祀をしてたのはやっぱ酒は飲んだんじゃないかという気はするんだけどまあでも中央の話になる。 えーとこうしようこれが中央陰謀樹すなわち中央のこと身を監視酒にふけての意味 その名民に現れるなし王の命令が民に現れないいで民の真を誠を得ないことただ恨みに休んじて変えずただ民に恨みをなすのみで少しも改めない隠逸を非に惜しいままにし 陰逸は土に外れた有楽「非は非常」と同じは常「意義を失う」「四季によればにク肉ンを作り男女を裸にし愛をあしめたごとく意義全く失われていた」。 神心極小せざるものなし。うわ、すごい字だ。えーと、極小。極は通痛いと同じ。これ先に、交点し、交点、鳥り、えー、ふけりすさむこと。交点。点は熱いでしたっけ えっとその心を失婚にして心が道に外れ徳にも取ること罪をなして昭悠にあり右のごとき悪事を昭の都でやっていた 売れうるなし。えー、この理官の理は売れういうと同じ。次。徳の傾向の視点に当分するを思わず。<laughs> 稽古徳の稽古看板式に良い徳の美しきを言う徳をもって天を祭ることうんなんか原始仏典も徳を見つみたいに言ってるのがあったないい香りで虫が蜜蜂が惹かれていくみたいな。 次諸君酒を持ち成分して神にありえっ、ー、と諸君は中央の中央の進化のもの成分は周軍と同じ悪しき評判周分うん 成分という言い方もなかなかいい。生臭い。匂い。なるほど。えっ、ー、と、民自ら罪を招けるのみ。先民。えー、これ、民。民自ら。先民というに同じ。君心を合わせて言う。因の君心を指し。即は、 速やかに、じゃなくて、招くか。うん。役分。また、我が聞くところによれば、闘魂の、孔子の王たる忠は、因種か、科学に、因種科学に身を、おぼらし、政治を顧みず、従って、忠が精霊を出しても、 これを尊重し信用する人民はなくそのなすところはただ人民の怨恨を買うにとどまるありさまであるにもかかわらず少しも功を改めることなく大いに報道に外れた逸落にふけりもって安楽を極めて天使としての意義を全く失ってしまった。 心ある人民はこれを見聞して滅亡の近きを悟りいずれもはだしく心を痛めて嘆き悲しんだのである忠は大いに酒を飲み自らこれを接することを思わず報道に外れた一遊を好んだそしてその心ははだしく邪悪にして道徳を損ない仁義に背きために死亡の 災いに陥るべきことを知りながらこれを恐るる分別もなく、えー、罪悪をなしつつ己の御役なる将におり院の国が滅亡することをもう少しも心にかけなかった美徳をもって天を祭り徳の芳しき香りを上敵に達せしむることを思わず 自民は,は,なはだしく髪を恨んでいたそうして上下皆酒を用いて悪徳の周期が上亭に達したのである故に上亭は院を愛せずしてこれに滅亡の災いを下したのであるかかる災いが院に下った原因は全く宙が安楽にふけったためである天帝が 院に対して暴虐を下したのではなく、院の君臣が悪徳をもって自らこの天罰を招いたのであると、諸教抗義、我聞く、またこれいわく、在婚、根子を、身を、監視、その命、民に現るるなし、 ただ、その恨みを、ただ、うんと、恨みに休んじて、変えず、大いにこれそれ、隠逸を、非に惜しいままにせん。持って縁し、意義を、失う、民、 心を腎症せざるものなし。注釈。えー。在婚。なお、当銀、当、え、婚、ー、という額とし。公詞 <laughs> を。公正の詞をのいで、院の中央を指す。 天心、漁師春秋、文、これんて書いてるかな、文食編かな、の交友中に酒を飲み、え額をがするを、かんというとある、うん、酒を飲み、 科学をもてあそぶことに没頭して生物などを顧みぬことを言うのである次。その名民に現れるなし こうだよね、切り方こうだよね。えー、と「名は忠の命令」「剣は現る」「忠の命令」「民に現れてその信用を得るようなことはない」の意味。次「死」多くは「慎,慎む」の意味に返しているが「慎」としては意味が分からぬそこで王政権は「死」を「義とし「し義は言葉で意味のない語として見ている元「樹」と「死」とは通用する字であり どう違うんだそう言われてみるとはいえー、っとうんなるほどえー、っとうん そこで、王先権は死を義とし、死は,は言葉で意味のない語と見ている。元義と死とは通用する字であり、しかして、どっちだろう、義にただの意があるから、今はただと訓じておく。次。 恨みに休んじて変えず。えっ、ー、と、方は暗、安らか。越は置いて、駅は改益忠のなすところ民の恨みを買うことに、休んじて少しもその功を改めないのに。次。単は大いにとくんず。隠逸を非に欲しいままにし。 陰は遊ぶ、いつは室に同じ、楽しむ。いつ、いつ。三随になってるけど、人弁でも同じと。いは報道、すなわち中は報道を外れた逸落にふけったの意味。四季の陰本義に主治肉林の死をシシ、斜死、斜を極めたとあるが如ときはその一例である。次。妖炎 要は持って縁は休んず、あ、安ですね。持って安楽を極めて。次。意義を失う。うは失う。君としての意義を失ってしまう。極小。えー、心を極小す。えー、っと、極は痛める。 甚だしく心を痛めて嘆き悲しむ。訳文、修行続いて言う。我はなお人の言うところを聞くに次のごときものがある。すなわち、闘魂、陰の講師の王たる中和、飲種、科学に見よ。科学か科学か。これは飲種と科学が一つの単語のセットじゃないかと思うので、 歌を楽しむというよりは歌と合奏とかじゃないですかね。音楽っていう意味じゃないかと思うので、それだと飲酒科学だし、歌と楽しみみたいなんだったら飲酒科学かもしれないですね。飲酒科学に、もしくは飲酒科学に身をおぼらし、精霊を抱いだしてもこれを尊重する人民もない。 そのなすところただ民の怨恨を買うにとどまるありさまであるにかかわらず少しも功を改める様子がない報道を無視した失落にふけって天使たる意義を全く失ってしまった人民の心あるものこれを見分して亡国の近きを悟りいずれも心を痛めたのである忠の悪徳各も甚だしかったこれ「酒に天使」 思え自らやむるを思わずしてすなわちいっす、その心、失、失根にして、死を恐るるあたわず、罪をなして醤油にあり、陰国の滅ぶるに及びても、売れぶるなし、徳の過去の死、 天に当分するを思わず、大いにこれ民恨む。小犬が枠は、えー、もとい、諸軍酒を、用い、成分、紙に在して、えー、じゃ成分して、紙にあり、いや、違う、うん、成分、紙にあり、ゆえに、天、 因に滅びを下して、因を愛するなきはこれ一すればなり、天逆するにあらず、これ民自ら罪を招けるのみ。注釈、酒に好転す好は大、天は他、酒を大いに飲むこと。意は思う。 時速で自ら禁酒、摂取することである。即はやめる。第一、法一の行をすること。えーと。失婚。 質は害根はも、えー、とる徳と徳を害し道に潜むかを言う次死を恐るあたわず死亡を恐れるという分別もないの意味 これは当たわずの、能力の能と同じ。次。昭遊にあり。中が昭の都におっての意味、悠は都のこと。白骨、慶子辺に、かにかゆといい、陰に昭遊と言う。昭に慶子と言うとある。次。陰国に及んで、えつは及ぶ。 院の国が滅亡するに及んでも院の国滅ぶるに及んで院の国が滅亡するに及んでもの意味次「憂えず」「このら」「理科の理」は憂える少しも告示を心配しない「思わず」 思うですね。いは思う。特権行使。傾向は方向というが落とし。死は上亭を祀ること。美徳の方向をもって天帝を祀るの意味。天に当分する。る徳の方向が天帝に達することである。単は大いに。民恨む。中の悪徳に対して民が恨むこと。諸君。 酒を用いる字は用いる中の君心皆ともに酒に溺れる成分神にあり生は悪臭である悪い評判のこと中君心の悪行が上帝の耳にいるのい上帝天帝を祀る者美徳あれば方向天に登って上帝その祭りを受けるが 祀る者の,の不徳の時は天は祭りを受けぬのである。しかして天に昇るというのは祭天の時芝を焼くから、その公園とともに善悪の徳が天帝に達するの儀である。次。滅びを下す。陰に滅亡の災いを下したの意味。次。えー、っと。これ一須。いつは安楽にふけること。 陰に滅亡の下ったわけは、忠が安楽にふけったためである。次、天、逆にあらず、天が格別暴虐だというわけではない。自ら罪を招く、即は招く、忠、ら君臣が自ら、罪を得たので、罰、罰を得たので、転々の仕業ではない。訳文、修公忠の罪を、 語り続けて言う院の中央は飲酒に溺れて自らこれを接することを思わず王道に外れた一遊を好んだしかもその心は邪悪甚だしゅうして道徳を損ない仁義に背くことを何とも思わずために死亡の災いに陥ることを知りながらこれを恐れる分別もなく罪悪をなしつつ物が 都の章に折って、国の滅亡を心にもかけぬ様子であった。従って美徳をもって天を祭り、徳の方向を上部に朝廷に達せしむることができず、人民は非常に髪を恨んでおった。そうして、天上下ともに酒を用いた悪徳の周期が上廷に達したのである。ゆえに天帝も陰を愛せずして、これに滅亡の災いを下したかかる災いの下った原因は全く。 中央のの法律にああったのであるすなわち天帝が暴虐を下したわけではなく陰の君臣中羅が悪徳をもって自らこの天罰を招いたのである <laughs> また私はこうも聞いている近くは陰の跡継ぎの中央は楽しみに受けりその精霊は民に対してどんな恵みも及ぼさず 彼が自分では良いつもりで敬い休んずることも実際は民の恨みを買うようなことばかりで、これを改めることもできなかった。そしてまともでないことを気ままにやり、道楽にふけって意義を失ったのだ。それを見て民は誰一人、キリキリと心を痛めぬものはなかった。彼は全く叫びたりになって死中、どう過ごしていたのだ。彼の根性はひねくれており死をさえ、恐ろしいとは思わなかった。 罪人どもを陰の都に集めて登用し院の国が滅亡することを気にもかけなかったまた徳を発揮して天のお耳に達するよう祭りを行うとも行おうとも考えず民から恨まれるようなことばかりを盛んに行ったそこで家臣たちも酒を飲みそのばしからの様は上天に聞こえてそのため天は陰の上に滅亡の運命を下され院を相席されなかった。 つまりは院が斜視安逸に走ったからであって天が印を虐待されたのではなく忠が我ら中が我から招いた罪であった一文からってことですね。かつか役中我はまたこうも聞いている最近になっては陰の跡継ぎの王は院が天命を受けていることに慣れ甘えて 人民の悩みを顧みようともせず、人民の恨みを受けているのにも一向気にしないで、その行いを悔い改めようともしない、そればかりか、し放題の勝手なことをして、道ならぬことに外れてゆき、意義を怠り、失ってしまった。人民は心を痛めないものはなかったのに、それで、それでも止めどなく酒に浸って止めようとするどころか、やめようとするどころか気ままに楽しんでいた。 陰の,ははの,の都の将とその国々とが滅亡した理由を考えてみるとその徳のかんばしい香りがにって天に上ってこないので人民が恨んでいたのにもろもろの軍師たちは酒を好みその汚らわしい匂いが上ににってきたそこで天は滅亡を陰に下して陰が気ままな 安楽さをむさぼっているのを不憫とはされなかったのである天がむごい仕打ちをされたわけではなく員の人々が自分たちでその罪、えー、財閥を招いたのである注釈人民の悩みをうんぬ原文は 殿はその名民に現れ現れるるなしここうんこうですねえー、とこのように一句とし聖霊を民に敷いても 懸命の徳がなかったと解しまた死を科学に続けているこっちイでもほぼ同じであるだが他方変にえーと 剣に剣これは何だろうこの冒剣の剣現れるこれが子帰り見るの誤社である死は病だれの死の仮字で病悩みのいである うん次「異議を怠り失う」「ここ」えー「義行では縁を安んずるいに返しているが同音の縁の仮字と返すべきである伏せるとどめるの意である異義は霊峰にかなった尊厳な座座身体」「周代の貴族の不可欠な教養であった」「司教将が貧の初縁編には」 賓客が宴席についた時には温々んとしてうやうやしくしているまだ酔わないうちは意義も半々として整っているが酔ってしまえば意義は半々と乱れるとある次その徳のかんばしい香りが匂って天に上ってこない原文はここ 祭礼に例えをとって有徳者はその祭礼の捧げ物の香りがよくて上天に可能されるようにその恩寵が得られるが不徳の者はこれに反することを言う原文の死の字は傍中の文字が本文中に混入したものと思われるちなみに国語周語、浄仁は国の怒ろうとする時はその徳の傾向を明らかにするに足りその恵みがその民人を集め神は助け もとに神は受け民は聞き従って民民心恨みがない国の滅びをないし国の滅びようとする時はうんぬんその政が清掃で傾向が昇らないとある一節に死は「いもって」の仮辞という少々気分我聞くまたこれいわく今にありて 後の死を身に身を冠にすその命民に現るるなくまあ慎みと読んでおきましょうか慎み保つこと恨みにおいて変わらず大いにこれそれ陰逸を欲しいままにしえ陰逸を非に欲しいままにし縁を持って異議を滅ぼす民 極として心を痛めしめ、痛めしめや、痛めしめざることなし。これ、こうに酒を熱くし、自ら何時のいつをやめず。 その心、失婚にして、死を恐るることあたわず、罪、所有にあり、因の国の滅するに、及びてえ、起こして、え売れうることなし、徳の稽古を思わ、徳の稽古を祭りの天に、当分することを思わず、大いにこれ民恨む。 諸君酒を持ち生草きこと聞こえて紙にありゆえに天相を下して僧を陰に下して陰を惜しむことなきはこれいつなればなり天この民を逆するにあらず自ら罪を招くなり注釈これから 院中の悪いことを言うなり異なるようなる文章なれども法はきっと書きたるものなりこれは甚ははだ読みにくきもの宗主はくずらはよいけれども字はことはすめぬものなり我受けたまわるにかようなことがある我聞くうんぬなり死用は院中なり天心は関心は は我が身を酒浸しにすること大日教の重心棒はよくこれに似たりすめにくく読みがたきものなり中がその身を酒浸しにするからそれゆえに号令聖霊のその徳の民に現れることはなく悪いことばかりある司法の慎むところ休んずるところ恨みられることばかりして 改め変わることがない。木星にすなわちこれ司法の多罪、おとこれ、たっとびこれ、蝶としこれ、真しこれ、つこうこれ、愛護することを人にかけて言うなり、また慎む、敬う人をも言うなり、非は、 情報にかなわぬ不法ということ不法を欲しいままにする延々を用いて沈読を休んずとは漢中の語なり漢詩、えー、か、えー、主演遊興するゆえ異議を滅ぼす死業に汝の異議を慎しんつつ軽、えー、して天命、えー、また章とせずとあり、えー、貧の荘園に 諸宴に異義のそうすることは尽くせり何でしたっけ民の極極として心をやましめざることなし民の痛み嘆くなりついに天眼を滅ぼすのであろうと痛み嘆くなり 曲は仁の字の誤りにて尽くすの字の誤りにてあるべきなり、点々通じさせて常にすると読するがよい、定夜の陰を言うなり、酒を常にしてやめることを思わず、酒浸しになっておる、これをやめようとも思わぬ、その心、失婚。質は善を憎むこと。 根は善にもとること。人が意見などを言うと、それに従わず憎みもとる。さあある時は死中は殺されるようになるを恐れぬ。そうし、漁法の勇みを聞き、勇めを聞き、いよいよ甚だしき。これを根という、これが妙なり。 罪は醤油にあるを垂れ憂い恐れるものない酒を飲んで悪いことをする罪が醤油にあるということは中は悪い元根が徳が良くて徳の乾式が、えー、徹して気進が受けるそれをも思わず稽古から引っ張って生臭きを言うなり悪い匂いが天へ聞こえるなり両径に上亭民を鑑み稽古あるなし稽古発し 経発文し、これ、生草しとは、経罰にて言うなり、これは酒を言うなり、訓鎮に、諸職、経にあらず、明徳、これ、顔んとあり、徳の乾馬式は祭りを言うなり、左伝観光6年に、主礼を法事、もって告げていわく、 えっと、家律死守、その上下皆、家督あり、家督あり、思考して一心なきを言うなり、いわゆる傾向、残徳なきなり、とあり、国語の周語に長く書いてある、国のまさに起こらんとするは、その君、生命中性、忠誠、 清潔経過経は、その徳、持ってその傾向を称するに足り、その経、持ってその民をどうするに足る。人心、受け、思考して民聞く。国のまさに滅びんとするは、その君、頓挫、壁所、ゃ因逸、交代、 疎開暴虐その祭りごと焦燥稽古でもそうは悪くない焦燥まあ焦げ臭いのか焦燥登らず中の悪行が天に聞こえて天もお会いしなされぬはいかんというといつなればなり酒ばかり飲んで悪いことばかりするゆえ自ら罪を招く人よりするではない他方にえー、と すなわちこれ、何時自ら罪を招くとあり。